問、くみちゃんが今まで一番好きなお気に入りの衣装と日向の曲は何？むず。なんだろう。逆にでもみんながどの衣装とか好きなのか聞きたいかも。何の衣装が好きでしたか皆さん。私なんだろうな、衣装本当に可愛い衣装だらけなのね。まあご存知だと思うんですけど、なんだろう。でもなんだろう、難しい。レコ大、あれか、空のやつ、あれ可愛いよね。今の制服も可愛い。お化けホテル、あれもめっちゃ可愛いねえ。みんな天才じゃん。ゼロイチも好き。私パンツ衣装好きなんだよね。結構あんまりないけど、あのワンチョイスのさ、私のパンツバージョンのやつとか、紅白の仕方わかる、わかるの、好きなの。この前のカウントダウン TV、 あれもめっちゃ可愛いねえ。選べないじゃん、みんながいっぱい可愛い衣装をあげるから。黒狐ね、わかる、好き。あれでさ、私いなかったんだけど、オドやってたじゃん、アドさんのオドを踊るみたいな、あれめっちゃ好きだったな、カウントダウン TV さん。音符ね、音符衣装さ、一時期さ、びっくりするぐらい着てたよね。大好きだった、フリフリで。あの形かわいいよね。肩出てるやつ、あ、でもなんか結構みんなバラバラだわ。浅川はね、てかの MV、 あれはあの衣装史上一番動きやすい。あ、バターのスーツだから私ああいう服がすごい好きなのよ。なんか自分の体にスーツ、あのスーツする、なんて言えばいいんだろう、自分なんかさ、やばいね、自分のスーツに、あ、自分の体に合うのかな、そのパンツ衣装が。だから結構褒められることも多くて選べない、ごめんね。一つには絞れなかったけど、でも確かに思い入れがあるのはレコ大のドレミとか、あとその紅白の君しか勝たんとか好きです。ああいうちょっときらびやかな感じ好き。あとパンツ衣装です。